事件の起きました昆明の駅前で取材をしている宮沢陽一記者です。宮沢さん、中国当局はですね、はい、ウイグル自治区の独立勢力による、計画的組織的テロ事件とこうしているんですが、だとすればなぜ、昆明で何を狙った事件だったのか、この辺はどうなんでしょうか。はい、今回の事件について中国当局はテロと断定した明確な証拠は明らかにしていません。ただ犯行に使われた刃物の特徴や遺留品、現場で拘束された実行犯の捜査などからウイグル独立勢力の犯行と断定しているようです。新疆ウイグル自治区は宗教や文化の違いなどがあり、これまでも何度も警察署が襲われるなど、ウイグル族の住民が中央政権への不満を溜めていました。今回もその不満が爆発し、警備が手薄になったここ昆明で事件を起こした可能性はあります。この時期を狙った理由、そして背景にはどんなことが考えられますか。はい、北京では今日から国政の重要会議が始まり、あさってからは国会にあたる全人代が開かれます。今後1年の中国の政治の方向性が決まります。期間中は共産党幹部や海外のメディアが大勢集まります。その直前の事件は習近平指導部のメンツを潰し、権力基盤を揺さぶるのに絶好のタイミングと言えます。党内からも習指導部の少数民族対策に批判が出ることを狙った可能性もあります。